じゅもくおんじゅもくおんじゅ、はい、やっていきます。刹那圭介です。じゅもく、さーて、ここじゃ前作のところ、前作のなんか舞台まで戻ってきたという、戻ってきたっていうんかな、ようやくたどり着いたっていうべきか。まあ、とにかくやっていきます。多分ここからこっちにしか行けんとは思う。お前見送りしてるやん。お見送りしてるよ、お前ら。律儀にやめろ。怖いんだよ。怖いんだよ。律儀にやめろよ。なんだ、ここ。ここもなんかすごい何か出てきそうな気がする。悪霊とか出てこんだろうな。大丈夫か？やめろよな。お。あ、八重じゃん。呪術師。あ、呪術師って言うたらな。ちょっとすごい噛みそうやけんね。呪術師ぐらいのゆっくりで読ませてもらいたいところですね。今日は少々危険だが、攻撃呪術について教えようと思う。なんか日記帳やな。日記っぽく読んだな。わかりました。攻撃呪術には、術者の感情が重要になってくる。感情が弱すぎれば、術は発動しないし、逆に強すぎれば、術者本人にも危険が及んでしまう。小学校の夏休みの日記みたいな感じになった。絵日記みたいな感じになったな、読み方が。術の発動に必要な感情は喜怒哀楽怒恩。喜怒哀楽は知っとくけど、恩って何なんだお前。恩え、恨む心、恨む心のことな。恩って呪恩の恩やけんな。喜怒哀楽までは祈り、恩って楽、隣におる楽さんがさ、めちゃくちゃわーこいつとは隣になりたくないなって思ってることでしょ。術者に適した感情がどれになるかは実際に使ってみないとわからない。今日は実際に試してみて、術が使いやすい感情を探ってみようか。はい、じゃあまずは好きな感情を使ってそこの的に攻撃してごらん。好きな感情を使ってて、好きな色を使ってて、子供に絵を描くときに好きな色を使ってみたいな感覚で言うなよお前。ここ保育所か幼稚園かなんか。私の感情、私を一人にした足が憎い。オン、オンだったよ。予想しとったけどオン使い始めたよ。チョイスやめろよお前。二次角に茶色とか使うような感覚でないかお前。バカな小さな子供が生み出す感情の力をはるかに凌駕している。いや、これは私さえも超えているだろう。この子の呪術の際は計り知れん。先生、これはうまくいったのでしょうか。初めてにしてはうまくできたと思うよ。そうですか、よかった。雨も強くなってきたし、今日は帰ろうか。はい、またお願いします。 PS 先生、絵日記ってめんどくさいね。私は呪術を身につけた。この力で私は自分と大切な人を守って生きていく。私が先頭に立って皆を導こう。カリスマ性高っ。やれ、カリスマ性高いなお前。先頭に立ってってもう革命起こせるんちゃうんか。レジスタンスとして記憶のかけら、すごい人だったんやな、八重さん。ちょっとそういうところを見習いたいな、俺。そういう俺、カリスマ性ないけんな。これ調べるんかな？ちゃうんかな？あ、戻ったら開いとんかな？おう、お前らいつもよりか記憶のかけら持ってきてくれてる。ありがとう。人形ありがとう。お、昔話や。日本昔話始まった、これ。なんかそんな雰囲気の BGM 流れてる。おや、八重様、お出かけですか？レレレのおじさんみたいな感じのことを言うの。はい、いつもご苦労様です。いえいえ、八重様のおかげで暮らしが豊かで幸せですよ。今日は時間が空いてるので村を見て回ろうと思いまして。定期的にこういった機会があればいいのですが。いやいや、八重様、あれ、今八重の言葉なのに村人の声で呼んだかな。いやいや、八重様が村にいてくれるだけで私は満足ですよ。しかし今日はいつもより頑張らねばなりませんな。はっはっは。無理をせずいつも通りで大丈夫ですよ。私もいつも通りののどかな村を見たいのです。そうですか、ではごゆっくり村を回ってくださいな。
はい、ありがとうございます。では失礼します。レレレのおじさん、私は身寄りがないもの、私に賛同してくれた有力者たちをと村を作った。村の人の感謝の気持ちやエゴや私の生きる糧となっていた。私が死ねば皆が悲しむことになるかもしれない。私と同じ悲しみを皆に与えるわけにはいかない。どんな手を使っても私は生き続けてみせる。あ、それで永遠の命を手に入れようとしたんだ。なるほどな。なんだかんだ自分の野望のためだけっていうことでもなかったんじゃない。複雑ですね。そしてオープンザ・ふすま。あ、記憶をかけら吸い込まれたってなんだ。不穏なこと言うなよな。え、記憶のかけらって吸い込まれたらあかんタイプのやつじゃないこれ。なんか損した気分なんやけど。なんか損した気分。あ、これ吸い込まれなあかんパターン。あ、吸い込まれた部分光っとるじゃん。あ、鍵的な感じなん。左上のドア開くんこれ全部。なになに、なに、ちょっとティッディリリリリリリッディリリみたいな動きやがったよ。なにこれ。いかん、掃除か、今すぐ離れろ。いや、乗っからなあかんみたいな出し方してなんだお前。え、わーぐえー。いや、だってさ、犬神さん、これ乗っからんかったら話進まんみたいな感じになっとったやん。やめてよ、そういうの。そういう引っ掛けやめてよ。なんか怒ってるね。危ないところだったな。気絶してるよ。危ないところだったなって気絶してるよ。これ以上危ないことになりそうだったんか。今のは霊力を吸い尽くす術だ。同時に何かの別の術も発動したように見えたが、お前の代わりに守りの力が添えたようだな。は、お守りが守ってくれたんじゃ。ありがとう、お守り。え、お守りがボロボロになってる。片身なのに。あー、お前なんか前作見たぞ、前作で見たぞ、似たようなやつを。八重か、これ八重だったよな、八重よな、八重。ほほほほほ、こんな声でいいんかな。八重、八重女性なのにこんな声でいいんだろうか。私の術を完成に導いてくれたこと感謝するぞ。わー、霊力されたと思ったらそんなに使われてる。なんなん術って、なんなん術って、なんなん。貴様ら神崎家の封印と六道家にかけられた呪いで、私は自分の術を完成させることができなかった。お前が再び来たことを奴が教えてくれなければ今頃どうだってだか。だがまあ、お前のおかげで助かったぞ。うん、それはいいよ、それはいいけどさ、サエはどこに置いたんや。サエは、サエは、お前サエの場所、前にサエ見てからすっごい時間経ってるんですけど、サエが全然見当たらないんですけど。そんな誰が私のことを。ふふ、知る必要はない。お前はここで消えろ。お、犬神さん、犬神さん、少し無理をして来てやったぞ。あ、お前別にお守りとか使わんで消費せんでも出てきてくれるときは出てきてくれるんやな、うん、今度からそうしてくれればいいのに。俺のために頑張ってくれればいいのに。さて、久しいな、八重よ。道剣の式神か。なんとも醜い姿になったものだ。人の怨念を吸収しすぎたか。黙れ。私の体が不完全とはいえ、たかか式神の貴様を消すくらい造作もないぞ。かか、やってみなければわかるまい。弥生、今のうちに奥の部屋に行け。そこにお前のお主の友人がいるはずだ。え、サエ、サエが。わあ、なんかヤバいんが起きそうですよ。ねえ、今だ、行け。ダッシュベイベー、ダッシュベイベー。こしゃくんな。まあよい、あんな小娘はいつでも消せる。さて、犬神よ、そのような汚れた姿でいかにして私を止めるつもりだ。汚れたって結構かっこいいと思うんやけどな、俺。ファッション、ナイスファッションですよ。時間稼ぎくらいはできよ。ふははは、前に出過ぎたようだな、式神のごときが。
不浄なものに蝕まれ、今にも幻想ではないか。かかかか、あの娘を死なすわけにはいかんのでな。くだらん、消えろ。強い、犬神さん強い。案外強いぞ、存外強いぞ。ねえ、言うたではないか、時間稼ぎぐらいはできるとな。あ、犬神さん、カウンター食らってるやん。ちょっとカウンター食らってる。あ、さえさえ衰弱がひどい、早くここから連れ立たないと。ダシュン、わお、今のは犬神さん。さえと一緒に戻ってみよう。さえ、起きて、担いでんかな。衰弱ってあるよ、 HP10 になってる。とにかくさえ回収、さえ回収。ご丁寧でセーブポイントがあって、戻ってみます。いけるん。あ、犬神さん生きとるやん。倒したん。時間稼ぎぐらい、あれ、なんかモノクロだな、なんかモノクロだな。え、犬神じゃなくてモノ神になったかな。弥生か、どうやら友人も無事だったみたいだな。犬神さん、その姿は一体。俺のことは気にするな。気になるよ、説明してくれなかったら俺ちょっと気になるよ。何、え、どういう理屈でこうなってんのって気になるよ。いつまでも引っ張るよ、この気になるっていう感情。それよりも早く逃げるのだ。八重は俺の術でしばらくは動けないはずだ。お前も動けなくなったん。それじゃあ犬神も一緒に、私が抱えていくから。触るな。え、すまん、大声を出してしまったな。言ったはずだ、俺のことはいいと。その娘を連れて逃げるのだ。でも私一人でじゃ。案ずるな、その娘がいればお主は大丈夫だ。え、サエが私に力を貸してくれるな。友を大切に思う気持ちがあれば。あ、そういうことか、精神論だった。いやだ、犬神さん、俺の役目は果たしたなあ、道賢よ。犬神さん、そんな、犬神さん、私は再度一緒に生き延びないと。早くここから逃げよう。よし、来た。どこやったっけ、こっちか。神崎さん、誰だっけ様は。突然出てき、あれ、これ病院におった人じゃん。六道さん、無事ね、よかった。お前、無事でよかったっていう顔じゃないよ、お前。うん、な、何をお前、そんな真顔でさ、涼しい顔でいられるん、こんなところで。どうしてここに。本当や。どうしてって、私は六道家の末裔よ。まあ、気づいとったけどさ。六道っていう言葉が、この村で出てきた瞬間から若干気づいとったけどさ。だから目的はあなたと同じ。あ、じゃあ利害一致してくれとるんで、仲間じゃ、仲間。八重の計画を止めることよ。どうやら八重の術は完全段階まで来てしまっているみたいだけど。だけど、そこのさえちゃん、その子がいるなら話は早いわ。さあ、この子、その子をこっちに。さよ、どうするつもりですか。あなたには申し訳ないけど、その子には死んでもらうことになるわ。え、生贄にするつもりか。え、待ってください、サエをここから連れ出せばその必要はないはずでしょ。神崎さん、それは無理よ。八重から逃げるのは不可能よ。私たちには力がないから八重を殺すこともできない。なら器になるサエちゃんを殺して八重を自然に消滅させることが私たちの最後の手段でしょ。だから早くこっちに渡して。私ならその子を苦しませないで殺すことができる。苦しませないで殺すことができるってすごいことを言い出したぞ、この人。え、お前、看護婦だろうが。看護婦だろう、本職。あ、こっちが本職なん。ま、待って。話を聞いてください。何言ってるの？もう時間はないのよ。しかし、サエは。待ちなさい。サエ。サエじゃないわ。弥生ちゃん、弥生ちゃん。はあ、来た、追いかけてきた。何をしているの。手遅れになる前に早く。いや、サエを殺すなんてできるわけない。けー、
あーなんかすごいタイミングで穴開いてる。落とし穴掘りやがった。誰か知らんけど落とし穴掘りやがったら確かにでも助かった。逃げれた。大丈夫？あ、はい、大丈夫です。そこから動かないで。今追える方法。あ、別にいいっす。このまま逃げるんでいいっす。どうしよう。とにかくサヤと一緒に場所を移動しないと。はぁ、ちょっと雑に引きずってないか、これ。雑に引きずってないか、お前。サヤのことを。はぁ、はぁ、ここは何の部屋なんだろう。なんこれ。めちゃくちゃ骨並んでるやん。処刑場レベルじゃないか。で、こっちに鞭あってセーブポイント。というわけで、サヤがようやく見つかりました、皆さん。よかった、よかった。というわけで次回から多分ね逃げていたらねまあ六道さんから会うと思うんで逃げるという六道さんから逃げるっていうそういうゲームになってくるかもしれませんね。というわけで今回はこの辺でご視聴ありがとうございました。仕上げ。八重はとうとう計画を最終段階まで進めることに成功させてしまいました。しかしこちらとてサエを発見することに成功。あとは八重を封印できるかどうかにかかっております。次回樹木オン。こんなラストを迎えるとは予想できなかった。